ルル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 。久保さん、あそこにカモちゃんがいますよ。カモちゃんが、カモちゃんがちょっとねアップできないんですけど、のどかですね、のどかです。すごいっすねここね、久保さんすごくないですか。今日ね阿蘇山行ってこようかなと思うんですよ。阿蘇、今日晴れたしね、阿蘇山行きます。阿蘇山もねめちゃくちゃ綺麗なんですよ。熊本の阿蘇山はもうドライブやばいですよ。あそこオープンカーでちょっと走りたいんで、ちょっと走ってきます。カモちゃんどうですか。カモかあれ、どうですか久保さん、結構良くないですか。結構いいでしょ。ちょっとね僕はね朝食を今回ね、朝食付きで6000円ですから、まあ、ちょっとここ年季入ってますけど、これ古いんだね、ここ。いやでもね、あの多分ここはね改装してない部屋なんですよ。多分改装してる部屋はすげえ綺麗ですね。改装してる部屋はめちゃくちゃ綺麗だから、 Google とかに載ってる、 Google マップに載ってるやつは改装してる部屋の写真が載ってます。もうやんないで、安い部屋っすね。まあ昨日はね別に寝るだけだったんで、まあ、寝るだけだったんで、まあでもねここね、久保さん、僕ねこのかなりファンキーですよ。ここね、ここの部屋のトイレがねめちゃくちゃファンキーなんですけど、ここはまあちょっとなんかもう昭和感出てますね。めちゃくちゃ昭和感出てますよね。でこうトイレ、この昭和感にこのなんだこの、なかなかこのトイレファンキーですよね。これまあもうこのタイルもちょっと昭和感出てるでしょ。でここのねサイズ、久保さんこれこうね、こう分かります、久保さん、このサイズ感。これ座るじゃないですか、これ閉めたらこれ僕ちょっとこれ閉まんねえっていうね、これすごくないですか、これ閉まんないっすよ。だからまあトイレはこう開けてするっていう、閉まらないトイレってまあまあね、ちょっと足が当たるっていう、これすごい。多分ね昔これ和式だったんじゃないですかね、これ多分。わあでも和式でものとちっちゃいな、これこれ昭和感出てるでしょ久保さん。これね、僕ね、いろいろホテル泊まりましたけど、ここは、このトイレは、これはすごいですね。これはすごい。すごい。これ。古いっすね。なんかね、まあ、この金庫とかもね、ちょっとなんか古いじゃないですか。そう。あとね、冷蔵庫のね、久保さん、冷蔵庫の、このなんか、電源を切っておりますのでってあって、まあ、あの冷蔵庫の横にある電源スイッチを入れてご自由にお使いくださいって書いてあるんですね。どこだと思ってね、冷蔵庫の横にある、電源どこにあるんだろうってずっと横を探してたんですよ。なんとここね、もういくつ上にあるんですよ。このボタンも結構なんかおばあちゃん家にあるようなボタンじゃないですかこれ。横じゃなくて上やん自分みたいなね。これなかなか昭和感あるよね。うん、そう。あ、これ鏡なんですね。これが鏡ですよ。鏡です。まあ、こんな感じで撮ってます。鏡ですね。なかなかレトロですよ。まあね、レトロはレトロで、まあ、レトロの味がありますからね、昭和っぽくて。なんか、その、いいホテルもいいですし、ね、この、逆にこの、レトロを楽しむというか、レトロ感を楽しむっていうのも、この旅の、僕は、あの醍醐味かなと思うんですよね。だから、要はね、選択ができるといいんですよ。だから、安いホテルにしか泊まれないってなると、なんか、その、あれなんですけど、なんだろうな、もう選択ができるとなんかこれはこれでまた楽しめるんですよ。だけどこれしかないと、一つのは
あれなんですよ。だ昔ね、僕ね、すごいいい話を聞きまして、まあその年商150億作った、まあ、ボスっていう、ボスの話にしましょうか。ボスがいたんですよね。でボスの家に泊まりに行ったんですよ。で飯食いに行くぞっつってね、あ飯買ってくるぞっつってね、まあ年商150億ぐらい作った男なわけですよね。ボスなんですよ。ガタイもすごくて、ね、でもまあ泊まってたんですけど、泊まりに行ったんですけど、で飯食いに行くぞ、飯買ってくるぞっつってね。でボスで、僕まあスーパー行ったんですけど、まあ、弁当買ってきたんですよ。でボスはねカップラーメン買ってたんですよね。で僕弁当食ってるじゃないですか。でその目の前に年商150億ぐらい作った人が、まあ昔ね、まあカップラーメンすすってるわけですよ。なんか違和感しかなくて、なんか自分弁当食ってるわけです。いいかと、今日俺はねカップラーメンが食いてえな、食いたいねと。カップラーメンがを自分で選んで食べてる、一番うまいねと。だから多くの人は選んで食べてないと、選べてないと。だから選んで、その選ぶってことは大事なんだ、選べるようになるってことは大事なんだと。だから選んで食べてうまいと、自分が食いたいと思って食ってるとカップラーメンも健康にいいんだみたいなね。まあそんなような話をしてて、まあ昨日もね、僕ね蒙古担々麺のね、食べて、うまかったですねこれ。まあでもね、蒙古担々麺のね、これやっぱり、まあこれ新商品らしいですけど、僕はまあデフォルトの方がいいですね。まあエビはエビでうまかったですけど、まあまあ標準の方がいいな。これね、セブンイレブンでね、蒙古担々麺のこのカップラーメンシリーズはね、多分大人気だと思うんですね。セブンイレブンしか売ってないんですよ、これ蒙古担々麺は。そう、これはね、セブンイレブン、この蒙古担々麺のこのオーナーめっちゃ儲かってんじゃないか。だってこれセブンイレブンもう吸収されてね。ねえ、これはすごいですよ。もうなんか蒙古担々麺のこれね、ビールにめちゃくちゃ合うんですよこれね。この蒙古担々麺のカップラーメンとビールね、マジで最強の神カップですね。そう、まあ、タイトルどうしましょうか。カモにしようかな。カモ、うん、まあね、ちょっと8時半から飯なんでまだなんですよね。今ちょっとウクライナのね、まあニュース、まあ風呂入ってきて、いや温泉やばいっすね。温泉めちゃくちゃ気持ちいい。いや温泉めちゃくちゃいいっすよ、ここ。温泉のね、質感がね、すげえいいっすね。温泉の質感がマジやばいっすね。ほんとなんかね、なんか、ぬるぬるして、ぬるぬるというか、肌に優しさが、包まれてる感がやばいです。まあ飯食ったらもう一回入ってきますね。8時半で飯で、で30分ぐらいで飯食ってもう一回風呂入って2回だから3回入ります。昨日の夜も入りましたから、飯食った後もう一回入ります。最後、いやいいっすね温泉ここの。そうでね、ウクライナのね、まあ見てたんですけど、やばいっすね。いやその本当に思うんすけど、まあどうなるか分かんないですから、やった方がいいと思いますよ。なんかね、人生楽しんだもん勝ちみたいな言葉もなんかあるような気がするんですけど、まあ久保さんが言う通り、今は不自由はないけども不自由になるんですよ、年取ったら。年取ったら目が見えなくなるとかね、年取ったら耳が聞こえなくなるとか、年取ったら足腰弱くなるとかね、不自由になるわけですよ。だからぶっちゃけその自由な時に、自由がある時にその自由を選択しなければ、もはや選択できなくなるよって話ですよね。
だって手も動く、目も見える、喋れる。なんだ、僕が YouTube 始めた時っていうのはね、みんな武器がないとか言うんですけど、いや口あるやんと僕は思うんですよね。いや喋れるでしょと、武器あるじゃんと。だって喋れない人もいるわけじゃないですか、うん、目が見えない人もいるし、耳が聞こえない人もいるし、手も手足もない人もいるわけじゃないですか。パソコンができませんね、手あるやんと、キーボード打てるやんみたいなね。うん、だからその自由なんだけど、自由を選択しないんだったら自由になれないよっていう、これいいんじゃないですか。自由なの、あなた自由なのに、自由を選択しないんだったら自由になれないよっていう話ですね。だって別に就職する場所も起業するのも自由じゃないですか。なんかお国がね、お前はずっとサラリーマンでいろっていう風なルールがあるんですか、日本は。いや、あの企業で就職しないと、あの反逆者だみたいなね、あの殺されるみたいなのあるんですか。ないでしょ。起業してもいいし、サラリーマンで働いてもいいし、バイトしてもいいし、別に自由に職も選択できるわけじゃないですか。別に YouTube やってもいいし、やらなくてもいいし、それも選択できるわけですよね。だから自由じゃないですか。で、しかも別に今、日本は戦争してないので、まあ、別に、これ今スマホで撮ってますけど、スマホ持ってるのだったらスマホに動画撮れるじゃないですか。でももはやそのネットもね、どこでも Wi-Fi あるじゃないですか。いや、ほんとどこでも今は正直 Wi-Fi ないホテルないっすよ。だってこのね、宿にも Wi-Fi ありますし、Wi-Fi がないとこってないんじゃないかな、ほとんど。でも昔その北海道の宗谷岬行った時の道の駅にも Wi-Fi がありましたね。あの北海道の最北端の地の道の駅にも Wi-Fi ありますみたいなね。どこでもあんなみたいな。だビジネスが私を自由にしてくれたというより、自由だけど自由に選択してやりきってないんじゃないですかね。まあやりきるのが大事なんですけど、でも選択はできますからね。選択した後、まあみんなやりきれてないんであれですけど。いやー、ほんとね、僕はね、あの、ありがたいですね、ほんとに。まあでも、今度ね、今月商品販売するんですけど、今、25歳の熟成さんいるんですけど、25歳で10なんですよ。この前、音声対談も撮ったんですけど、羨ましいですね、久保さん。25で10ですよ。でもその子もね、もともと郵便局で手取り12万ですからね。堀江さんの手取り14万より、14万ダメだみたいなね。12万ですからね。手取り12万みたいな。そっから自由になってるんで。そう、もしその選んでなかったらね、ずっと郵便局で手取り12万も今も働いてたかもしれないですね、手取り12万で。自由に選べるんですよ。いってらっしゃい。